F1 大好き。さあこの日曜日はですねレースウィークとなっておりまして、オーストラリアグランプリ開催中となっております。早い早いF1 開催日ですよということで、今日がいよいよ決勝で、オーストラリアで開催しているので時差がない、これが何よりもいい点でございます。今日は14時から決勝がスタートなので、しかもデイレースなんですよ。私モーニング終わった後を見られるっていう、ナイトレースだったら明日もモーニングなので寝なきゃいけなくて見られないんですよ。これ一番辛い。でも今日は時差もなくデイレース最高です日中ね見て結果を見届けて、久しぶりにリアルタイムでね見られるんじゃないかなと思います。8時半から F3 もやっているということでね、やったね、もう最高です。いやー、昨日はもう予選がありまして、ポールポジション決まりました。そしてメルセデスが案外上に来ました。そうなんですよ、そうだから、ペレスがね途中でこうリタイアとなりまして、もうポールポジションはフェルスタッペンだけど、それを後をねメルセデスが追ってくる形ということで、久しぶりに見るこの形ではありませんか。ってなったらフェラーリどこ行った、なんか予選もう一回見直した方がいいかなっていうくらいフェラーリの影が今回薄くてですね、とても心配しているんですけども、まあフェラーリがどっちに来るか、メルセデスがどっちに来るか、まあねこう子が競る形になるかなと思ったら、アストンマーチンもいますし、そうアルボンすごいのよ突然アルボンってすごいのよ。なんかねこう突然来る時ありますよね、なんか面白いですよね。ストロールとかもそうですけども、なんかこうなんかマッチングするんでしょうね、まあ、コースもそうですしお天気とかいろんな兼ね合いでマッチングして、突然なんか一発すごいタイム出してくる時ありますけどもね、まあ、今回はメルセデスが上に来たということで、まあでも言っておきますけども、アロンソね本当こうただで見てないですからね、ちゃんとジョイソンに食い込んできておりますので、今回もアロンソが追い上げてくるんじゃないかなと、そんなことを思っております。あとフェルスタッペンはねこう下の方から始まってもどんどん追い上げてこれますけども、ペレスがいいマシンに乗って、その自分の実力でどこまで上がってこられるのかっていうのをすごくね見て楽しみにしてますね。もしこれでねまたすごい上がってきたら、ドライバーオブザデイとかもね取れるんじゃないかなと思っておりますので、はい、早口で今回のポイントを伝えましたけども、あとねもう一個だけ言わせて個人的には今回母国グランプリになってるルーキーイヤーのピアストリ結構応援して見ております。なんか若干こうフェルスタッペンと通じ合うような、こうまだまだ若いんだけど若干尖ってるっていうか、フェルスタッペンもね、まあ、2位になるためにここに来たわけじゃないみたいな結構強気な感じ感じますし、ピアストリも勝つためならチームなんて変えるよねみたいな、そういうなんだろうな、ちょっと強い感じがやっぱり勝つためには重要にね、やっぱこう F1 レーサーってなってくるのかなって思うので、ピアストリもそういうところがねあるんじゃないかなっていう、そういうのを見ております。まあ母国だから勝てるのかそういうわけじゃないと思うんですけども、まあ、長い目で見てねこういう母国の応援とかもあって結構こう乗ってきてくれると嬉しいんだなって思うんですけども、なんせマクラーレンの車が悪いということで、まあ、このねマシンが本当にもうマクラーレン結構史上今まで史上結構だいぶ低迷しちゃっていてですね、ノリスもすごいかわいそうだし、まあ、ピアストリも1年目で重要な年にねこれきついなって思うんですけども、まあ実力はね絶対にあるはずなので、ちょっとねマシンは辛いですけども、今後にね期待をしております。はい、ということで、オーストラリアの天気気になりますよね。この後やりますのでもうちょっとだけ待ってください。はい、ということで、アイコン出してくれるみたい、スタッフさんも、メルボルンなんですけども、アルバートパークサーキットはメルボルンなんですけども、一応晴れアイコン優勢なんですよね。ただちょっと曇りアイコンが小さく出ているということで、このね小さな曇りアイコンがどこまで悪さするのか、この後山口さんにしっかり解説していただきますし、スタッフさんも優しい出してくれました。昨日はね予選ギリギリ降らずに終わりましたね。ちょっと
前のフリーまで降っていたんですけども、予選の間は雨雲にねかかることなく行けました。そう、気温が低いのがね温まりにくいというのでちょっとね辛いところですけども、ちょっと今日決勝レースはね長いので、この間中ね雨があるかどうかが気になるところですね。